怖い、うわ、誰、やばい、誰、やばいよ、誰が殺してって言ってるの。あ、怖い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 、お父さんじゃない？違う、誰だ、まさか、まさか、うわ、お母さんか、苦しい、苦しいのだから殺して、やだ、殺して、私を殺して、うわ、殺してよ、うわ、うわ、どうなった、あ、殺してる、殺しちゃったか、はあ、やっと楽になれる、うわ、あ、うわ、悲しすぎない？チェーンソー大活躍なんだけど、本当っすね。チェーンソーなかったらちょっと積んでましたね。うん、あー、もうここ、あー、やばいよ。マットファーザーの最終実験室だ。うん、絶対。心が、うわ、よく頑張ったよここまで。そうだ、うん。行かなくちゃ、お父さんを助けなきゃ、お父さん。あ、もう動けない。うわ、ここでお父さん、あ。あ、このおじさんは一体何なんですかね。ずっと体力の限界か、少し休ませた方がいいですね。この人謎だよな。この人がお父さんとグルになって、うんうん、この娘になんかその精神実験みたいなのをしてるとか、まさか、うん、ないですか、ね、精神実験か、うん、でもセールスマンだからなんか怪しい薬とか作ってるかもね、一緒にね。あ、いや、おいで、お母さん、あったかい。あや、目を閉じてごらん。あなたに幸運があらんこと。お母さん、今の何？幸運のおまじない。幸運のおまじない。IQ。 あやがこれから先ずっと幸せでいられるようおまじないをかけたの。わー、お母さん大好き。いいですね、うん、いい記憶だね。うん、うん、そんなお母さんを、お母さん、いい匂い、そんなお母さんを、お母さんがいつもつけてる香水の匂いだ。あー、お守りに持ってる香水の、お、え、新キャラ、新キャラ、ヒン。お母さんの匂いがする。あなた、どうしてお母さんの匂いがするの？さあ、この香水のそれ、お母さんの香水、嘘、いつの間に、返して、それはお母さんの形見なの。あ、いや、どこなんだこれ、この部屋なんだ、なんだこの部屋、ちょっと、一回調べましょう、調べましょう、なんだこれ、犬の剥製、うん、あー、あー、笑った、うん、これだけっぽい、ね、うん、これだけだ。右行きますか、うん、お、鍵がかかってる。うわ、いよいよ。うわ、やばい、やばいぞこれ。ネズミよけて、ネズミよけて。錆びた鍵。あ、戻って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 。やばいやばいやばい。一直線一直線一直線に。やばい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 。あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ。はいはいはい。鍵をはいガッチャンして。なんだ。さあ。うわ、いたいたいた、あの女の子。え、これお母さんの若い頃、いや違うよな、うん、大丈夫、怖くないよ。あら、行っちゃった。この匂いダメね、動物には評判悪いみたい。お母さんの香水返して。うふふ、な、何がおかしいの。あれ、持ってないの。お母さんの香水どこにやったの。知らない、探してみれば。こん、ここ意地悪。何なのあの子。ドレスだ。もうムカつく。ああ、もうムカつくわ。本当ムカつく。何なのあの子、いきなり現れてさ、今まで一回も出てこなかったじゃん。後ろの壁に何か、ああ、はい、して。ケチャップ。ああ、いいっすよ。あ、香水来た。あった、お母さんの香水。早い。よかった。そんなところに。うまずい、やばいやばいやばい、逃げて逃げて逃げて、もう一回戻ってください。オッケー。お、ダメなんだ、やばい、出てこようとしてる。
おーおーおーセーフ収まった。もう一回行きましょう。でこの左の、いやこの左のここネズミがさっきこう逃げたんですけど、あーでも関係ないっぽいな。じゃあ大丈夫か。そのハテナは上の、うわっ、あ犬の剥製の、え、さっき犬の剥製があったじゃないですか。骨か、骨を加えさせるんだこれ。あーのかな、骨を探さなきゃいけないんだね、あの剥製にね、きっとね。そしたらジェムだ、うん、これは間違いなくジェムだよ。これはジェムの匂い。骨があるはずだ。でもないな、どっかにあんのかな。あ、その壁、あーあーうん、これ絶対なんか骨途中で、ね、ありますよね、絶対。でもこっから下、お、あ、なんだこれ、壁に血文字が。家族にしてくれるって言ったの、流札機。え、怖っ、やばい。ネズミんとこ下に思いっきり行きますか。じゃあ、あーこれはやばいかもしんない。ちょっと待って、あーあーちょっとやばい、あこれやばい、あっ、あちょっと待って、え、どこだこれ。あ、母の香水使わなきゃいけないんだ。ああなるほどね、はあ、そういうことか。なるほど、母の香水でネズミを避けるのよ。し、なるほどね、動物には評判悪いって言ってましたもんね。あーおお、シスター人形か。うわー血吐いてった、やめてよ。こっち行けるのかな。ここは行けない、開いてない。ってことはここ、ここ。うわ、なんだこの部屋。うわ、様子がすごい部屋。なんだ。わ、なんかなんかいろんな国のね、コレクションみたいな。これスチームパンク。あ、これはもうね、日本ですよね。日本の、はい、ドールハウスだって。おお、ドレビスケの恥さらし。なになに。わ、なんだ、美しい花が敷き詰められている。あ、セーブできる。ナイス、ドールハウス、美しい花ね。なんだ、特に、特にだね。チェーンソーも、ああ、うん、え、しまった、開いた、開いた。え、あ、こっち行けた。やばいぞ、やばいよ、目があったよ。殺人ドールから逃げろ。やばい、うわっ、おー天才、はいはいはい、よくわかりましたね。ここしか開いてないもんね。うん、襲撃を振り切る、棺桶で眠ってみる。なるほど、おーすごい。さあ、はいはいはい、バレない、バレない、そう。おー、すごい、え、すごいすごいすごい、地下へ続く扉。何、すごい、何、ナイス、これ何、これ何、これ、え、何これ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 、あ、ん、ん、ん、何これ何これ、え、え、これ何、これなんだ、とりあえず行く、とりあえず行く、あ、お、なんだ、あー、あー除草剤、はい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 、はいはい、え、あー、ここに、ここに絡めて、これでいいのかな、絡めて右に行きましょう。ほんと、うん、行きましょう、はいはいはい、いや、うわ、いや、ダメなんだ、ダメなんだね、はいはいはい、で、ここ上に逃げて、あ、これを、はい、そこに蓋して、はいはいはい、天才、天才だよ。天才出ちゃったか、あそこ閉めて、はいはいはい、天才、天才。うわ、すごい、よやりますね、よやりますね、しどだいっすね、一回でいけたぜ。すごい、よしよしよし、それはうまい、よし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 、お、いよいよ、お、あ、なんだなんだこの人形、大切にしてたやつとちょっと違うやつだな、ね、この人形を持ってないといけないのかな、通さない、あ、あ、この人形をじゃあもう切っちゃいましょう、ダメだダメだ、あ、わかった、え、あ、いや違うかも、通さない、どうしてよ、通してくれないみたい、あれ、あ、この奥に行きたいならその人形を壊しちゃえばいいのよ。お、発想は一緒だ、ババッと燃やしちゃえば人形の中に入ってる魂のかけらがパパッと消えて、うん、扉に張り付いてる見えない壁もパパパって消えちゃうよ。やめろ。言っちゃうか。
やっちゃいます。やっちゃおう。一回話。うん。あの子供の言うことを信じるの？うん。信じた。あ、でももう処分する。これでもいけないよね、多分ね。ああ、いけないですね。処分ね。処分ね。どこで処分？でも嫌だな。燃やしたくないよね。ああ、ここ、ここがなんかね、ね、焼却炉的な感じなのかな。うわ。もう地下坑道。猫かしら。マッドファーザーじゃん。やめてよ。あ、あれさっきも見た。ああ。行きましょう。はい。地下坑道。殺人道路に見つからずに進む。やばいって。あの赤い光に当たると多分ダメですね。ああ。そういう。ね、ああ、ごめん。え、ミスった？ミスった。あんなに今まで上手かったのに。まあまあでもこっからなんだよね。どういう巡回ルートなの？ああ、そういうことだ。うわあ。うわ。怖っ。ああ、なるほど。一回右に多分光が来るんで。なるほどね、左に行く前にくぐり抜けていくのかな。OK。しかもここまでは行けるんだ、はい、これもう真ん中で待機しててで今、あー違う、あーなるほど、これで今です。はいはいはい、あいや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 、ナイス、はい、いや早い、たたたたたた、くしかない、くしかない、お、あーどこなんだろう。あ、上になんかドア、上か、上になんか入るとこありません？そこだそこ。ああなるほどね。で一回隠れて。あーあー天才。はいはいはい、天才。いけるよ。ケイソさんいけるよ。なんてやつだ。なるほど。あでももうこれさえね。うん。かわしちゃえばね。さっきのやつと一緒でしょ。落ち着いてください。いいっすよ。あ、おお。来た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 。なんだ、あーこの人形ずっと置いてあるな、はあ、なんだ、はあ、あなんかポッキリ折れている、首がポッキリ、それだけか、嘘、はいはいはい、あもう、うわーなんてこった悔しい、下だこれそのまま下、ああジェムね、来た、うわ、早い、うわここだけ特別早いんだ。なるほどね。え、でもジェムはゲット しましたかね。え、今どうなんだろう、いけたのかな、一回もう一回見てみます、うん、一応ね多分ゲットしてるはず、だって香水、あしてない、頑張ってくださいよ。OK 任せろ、ぐるりんちょして、はーい、はーい、よし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 、行くよ、でこれに沿って、はい、上にお願いします、はい、もうさすがにね、さすがにね、こんなところではもう何回もやらないよ、慣れてしまったし、もう慣れて、焼却炉と焼却炉した、焼却炉遠すぎじゃん、何すんのよ、あー人形が喋ってんだ、そんなにあの子を助けようとするの、あーさっきのね、うん、あの子助けたって私たち元に戻れないのよ、みんなこっちへ引きずり込んじゃえばいいじゃない、その方が楽しいじゃん、ブシュ、やめて、ブシュ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 、うわえこれはもうこれはもう入れない、入れます、あれさっきの、さっきのだ、うわうわ、抜きましょう、うわさっきの子？そう、さっきの子絶対。うわぁ。うわぁ。メスを手に入れた。どうして？あー、いや。知ってる？え？知り合い？あー、また記憶が。あー、この子もそういうね、過去がね。あー。この泥棒が、今度うちに来たら助けちゃおうかねえぞ。うれ、うれ。ふん。悲しい過去があったんだ。かわいそうに。うちにおいで。美味しいものを食べさせてあげるよ。ファーザー。ファーザーめちゃめちゃ拾ってくるじゃん。ファーザー。同じ椅子に絶対座らせるじゃん。素材集めなんだろうな。そうですね、うん。遠慮しなくていいんだよ。今日から君は家族になるんだから。あ、これアヤだ。
この子はアヤって言うんだ。君の妹だ。私、お姉ちゃんになるの？アヤお姉ちゃんだよ。アヤがお姉ちゃんみたいになっちゃった。うん。あー、最悪よ。最悪。なんなのマジ。許せないんだけど、ファーさん。家族にしてくれるって言ったのに、嘘つき。ファーさん。もうあや、もう助けなくていいよ、もう。そうよ。お父さんどうして？あなたと家族になりたかった。もう最悪だよ。うわ。ごめんね。よし。じゃあ人形を焼きましょうか。オッケー。これこっちもいける。お、あ、全部か。鍵が落ちてる。やばいぞ。やばいぞ。なんだ？あー、さっきの犬だ。あー、ゾンビ犬。あ、持ってっちゃうよ。うわ、ダメだって。最悪。飲んだ。うわ、これはもうメスで、うん、解剖するしかないですね、絶対。うわうわ、じゃあこれその前に左の左って焼却炉じゃないですか、うんうん、これ上ここで、うん、あー、この鍵。あー、なるほどね。なるほどね。行きましょう。そう、なんかクライマックス早いかなと思ったら、なかなかこっからが、こっから長いですね。しばらく出られないって言ってたもんな、うん、双子ドールの動きを封じる。その樽もとりあえず。うわ、早い早い早い、かぶりつかれた。嘘。ちょっと待って、ここなんもないよね。もうここでこっちだよね。よしよしよし、上行きましょう。とりあえず動きを封じるの。動きを封じる。上行って上からなんか落とすんじゃないですか。ああ、なるほど ね。ああ、これをね、うん、はいはいはい。届かないな。届かないかな。これにタイミングよく、あ、いい、はい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 、動かして、で届くようにして、あ、いい。怖いな、これ重し置かないとダメなんじゃないですか多分。あのあの土のを、なるほどね、引っ張ってくるんじゃないですか、きっと。はいはいはい、物理的に。わあね。ああ、すごい。さすが。ね。うん。やっぱもう物理学なんだ。僕といえば。ああ、そうだったんだ。はい、ああ、知らなかった。で、ちょうどいいタイミングで、チェーンソー。はいはいはい、チェーンソーね。はい。あれすごい。いやー、すごい。きた。気持ちいい。天才。きたか。で、その後これやって、一応やって、一応やって、人形潰れてる。こっちも行きそう。あ、うわー、じゃあ行く前にこっちとか。広いな。開かない。開かないよね。ここ開いて。ここは開かない。開かない。栽培室のパズルを解く。めんどくさいな。お、あー、なるほどね。迷いがない。迷いがない。これはこうでしょ。お、素晴らしい。で、そう、そうですよね。そして、折ってる？あー。あー。うんうんうん。はいはいはい。はいはい。はい。お？お？あー、惜しい！あー、これが。あー、これね、これがね。あ、でも、うんうんうん、はいはいはい、あ、で、上やって、で、左戻して、下やって、お、はいはい、あれあれ、あ、一個、もう一個足りない、一個、一個、一個足りないのか、なんか、あれ、一個、え、一個足りないってことある？幸いしたパズル、アルラウネ、マンドラゴ ラ、あれ、はあ、でもここじゃないんじゃないですか、まだまだね、まだっぽいね、うん、なんかね、右に多分パズルの ね、ピースとかがあって、あー、これじゃん、あー、いるいる、
パズルのピース手に入れた、やばい。ここも後ですね。ああ、多分これマンドラゴラを、ああそこに引っ掛けるんだ。そう、鉢をあそこに引っ掛けて、あのめちゃめちゃ泣いてもらって、で、ああなるほどね。それで犬を気絶させるじゃないですか。よく考えてる。あ、これもアイテムで、アイテムパズルのピース、はいはいはい、入れて、はい、入れて揃ったで、開く、はいはい、開くマンドラゴラを、どれだ、生きのいいやつにしてください。オッケー、わかった。引っこ抜く、こいつだけだ。あ、そうね、引っこ抜くんじゃなくてね、もうね、鉢植えを持っていく。簡単に悪、うわ、ジェムだ。行くぞ、起きました。スイッチオン。スイッチオン。なるほど。これで。うわー、やっぱ。これはもう行ったでしょ。ええ。もっとなんだ。うわー、もっとなのか。はいはい。あ、もう鉄の扉は。おお。わあ、もうこれやばい。目がやばい。揺れるね。バタン。あ、来た。で、メスだ。はいはいはい。襲ってこないよね。で、メス。メス。ごめんね。ごめんね。で、鍵をゲットして。ゲットしました。あ、骨持ってる。ああ、骨欲しい。あ、くれる？あ、くれんの？やった、ありがとう。やった、よし、行きましょう。よし、わ、加えさせに来て、加えさせに来て。あ、割れてる。あ、いいいい、来た。わ、もうマンドラゴラの反逆だ。ああ、食べてる。ひどい、ひどすぎる。ナイスジャム、ひどすぎる。ナイスジャム、ナイスジャム。あと1個だ、あと1個。え、いい、あの骨じゃないの？あ、絶対骨でしょ。へー、骨生きて、骨生きます。結構遠かったよね。多分ここの鍵じゃないんじゃないですか。あ、そうかそうか、うん、あ、開いた。開くん、開くん。やばい、行きますよ。これやばいよ、十字キー。おー、危ねー。何なんだよ。危ねー。よし、骨行きたい。骨行きたい。セーブして、セーブして、骨行きましょう。骨行く？うわ、絶対20個目だよ、あれが。結構遠くない？焼却してからでも多分でも間に合います。焼却するか、先に焼却して。はい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 、鍵開けて焼却します。うわー、なんだと。やばいぞー、マグマだ。うわ、グツグツ炎が吹き出してる。吹き出してるね。捨てましょう。地下にこんな場所があったら、うん、やばい家だな。やばいよ。あー、誘惑が。うわー、やばいね。でもホールしかないよね。うん、葛藤してる。うん、うん、行こう。うん、うん、うん、私を消すつもり。うん、ごめんよ。ごめんね。ごめんよ。私を消したって、あの扉は開かれないわ。やってみなくちゃわからないわ。映ってる。やめて、やめなさい、アヤ。あれ、お母さん。アヤ、お願い。え、お母さんの言うことを聞いて。お母さん、やめて。あなたはお母さんじゃない。アヤ、お願い。お母さんの言うことを聞いて。始まった、この検証劇場。会いたかったわ、私の可愛い娘。これ本当なのかな。やめて。うわっ、あ、本当だったらこれはちょっと衝撃だぞ。やばいぞ。行くか。あ、やばい、やっちゃったよ、本当に。悲しいな、これちょっと。よし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 。ジェムが取れる、ジェムが取れる、ジェムが取れるぞ。加えさせたら。来た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 。来たー。やったー。よーし。すげー。やったやった、終わったよ。初見プレイでコンプリート。よし、行きますよ。え、これあの人形じゃない？え、シンディじゃない？シンディ、シンディ。最初から分かってたんでしょ、
それでも助けたいと思うの？わからない。どうしたらいいのか私にはわからないよ。でも行かなくちゃ。私にはお父さんしかいないの。それにどんなことがあっても私がお父さんの支えになるの。それがお母さんとの約束だから。まだそんなことを言ってるの？あなたの母親は約束なんかとっくに忘れてお父さんを苦しめてるじゃない。そうかもしれない。でもあの時の約束は嘘じゃないもの。たとえお母さんが約束を忘れてしまっても私は絶対に忘れない。あなたがお父さんを助けることでまた罪のない人間が苦しめられるのよ。私が止める。止める？どうやって？お父さんは優しいお父さんだもの。だからきっと変われる。おお、変われるか。変われない気がするけどな。あ、大人はそう簡単には変わらないからな。お、あ、シンディ来た。子供ね、人間がそんな簡単に変われるはずないじゃない大人の意見来た来た来たよ。これは、うわー、いやー、その扉は異界につながっているようです。てめえは誰だ本当だよ誰なんだよ。助言おじさん、この先にいるのね。本当に行くのですね。この先お嬢さんにとって辛い現実が待ち受けているかもしれません。それでも行くのですか？うん。意志は固いようですね。ならばこれを差し上げましょう。おじさま、これは我が社の新製品魔法の水。うさんくせえうさんくせえ。魔法の水？絵本に出てきそう。これを持っておいきなさい。水に秘められた不思議な力がお嬢さんを助けてくれることでしょう。これがあればお父さんも助けられる？もちろんです。この水には呪いの力を封じる魔力が封じ込められているのですから。これで呪いを止められるのね。お母さん、行ってらっしゃい。行ってきます。お母さんはね、きっと苦しんでるの、うん、だからお母さんのことも助けなくちゃ、うん。呪いの力を消したらお母さんは安らかに眠れるかな？ええ、きっと大丈夫です。君の愛がお母さんに届けばきっとお母さんも救われることでしょう。うん興奮してる。おじさま、ありがとう。どういたしまして、お嬢さん。無事を祈ってますよ。来たおじさんは誰なんだ。おじさんは何なんだ。何者なんだこのおじさん。よし、行くよ。行こう。後戻りできません。来た。でもこっちはもう20個ジェムね。あ、取ってるからさ。もう無敵状態よ。あ、チェーンソー置いてった。やべえ。ランプも行ってしまいましたか。果たして彼女はどちらを選ぶのか。え？え？最後まで傍観させてもらいますよ。え？どういうこと？エンディング変わんじゃないですか、選択肢。マジ？